どうもこんにちは。松井塾の松井です。本日はですね、新しい人権ということで、まあテーマとしてお送りしていきたいなというふうに思います。はい、新しい人権とは何ですかということです。新しい人権。いいですか？はい、日本国憲法には書かれていない人権という形になります。いいですか？日本国憲法には書かれていない人権ということになります。という形になるわけですね。で、これ大事になってくるのは、日本国憲法に書かれていない人権っていうのは、例えば何ですかっていうことを皆さん考えてほしいんですけれども、いいですか？ここ重要なところですよ。はい。世の中っていうのは、どんどん技術が進歩していくんですね。いいですか？技術がどんどん進歩していく。で、技術が進歩していくと、犯罪や、ね、人権も新しく変わってきます。いいですか？犯罪や、人権とかも形も、ありとあらゆる形で、形が変わってきます。例えば、昔だった場合に関しては、写真に撮られて肖像権なんていうのが主張する必要性は全くなかったんです。なんでかって言ったら、別に写真撮られたからって言っても、広まるのはせいぜい10人、20人だったんです。その頃に肖像権なんていう概念があるかってないんです。ないんです。という風な形になるから、この新しい人権っていうのは時代が進んできましたよ。みんながインスタグラム撮るようになりましたよ。ツイッターで写真撮りましたよ。写真撮ってツイッター上げましたよ。そこに写っている人の人権を侵害していないかとかね。そこで要するに何か写っている人で問題のあることはないかっていうことが、まあ、なるわけですね。で、これに対して新しい人権という形になるんですが、ここで大事なところですよ。日本国憲法には書かれていない人権なので、教科書ではこういう人権があるよと書いてますが、裁判所ではそれ認めません。いいですか？まあ、だから、この日本国憲法を変えなきゃいけないんじゃないかっていう議論もあったりするんですが、もうそれはちょっと置いておきます。政治的な話になっちゃうんで、その辺は無視しますが、という形になります。新しい人権。ちょっとこれ教科書に書いてある内容と、実際の裁判例に関してちょっとお話していくんで、ちょっとややこしくなるかもしれませんが、できるだけ正確にお伝えしたいと思います。というわけで、時代が進歩していって、技術がどんどん発展していくと、新しい技術ができると同時に新しい犯罪が生まれます。そして、新しい人権が生まれます。という風な形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。